思いましたから、はい、おしっこしてるのに気持ちいいのでね、シーシーと鳴いてます。はい、今日はね、だいたい1日に1回おしっこやうんちが出、あ、うんちは1日に1回出るんですけども、今日の朝どうやら出たようなので、今回はおしっこだけで終わりそうですね。この脱脂麺がびちゃびちゃになるぐらいおしっこがたっぷりと出ます。もって出るの、なんか言ってますね。気持ちがいいよって言ってるかもしれませんね。もっと？もっと出ますか？はい、じゃあもっともっと出るそうなので、もう少しだけ皆さん少しお付き合いください。おしっこをしますと、たくさんお腹が空いて、いっぱいミルクが飲めるんです。このレッサーパンダの赤ちゃんなんですけれども、生まれた時すぐ隣にもパネルで皆様にご紹介してるんですが、生まれた時は真っ白な毛で覆われています。ね、パッと見ではどの動物の赤ちゃんなのかというのがわからないような形なんですけれども、生後10日ぐらい経ちますと、レッサーパンダというのこの眉毛の模様、目の周りのこの顔の白い模様、これがね、こう、うんち出てきましたね。今日いっぱい出ますね。いっぱい出てきた。うんちしたかったから、ね、ちょっと待ってくださいね。今出てくるうんち、出てくるうんちは、ね、うんちの紹介もしておきましょう。こんな感じの色をしています。なぜかと言いますと、ミルク便と言いまして、ミルクを飲んでいる赤ちゃんたち、ほとんどの動物、人間もそうじゃないでしょうかね。黄色のつぶつぶのミルクのうんちはそうなんですけども、このレッサーパンダの赤ちゃんも今はミルクしか飲んでいませんので、健康なうんちはこんな感じの黄色いつぶつぶが集まっているようなうんち